天才プログラマーナーシャジベリは FF 初期の複雑なプログラムを1日で作った。飛空艇に影をつけたいと考えた制作陣がナーシャに相談すると、翌日には影がついた上に4倍速で動いていた。さらに FF2 と3では8倍速の飛空艇を実現させた。 FF3 の移植版ができなかったのはこの高速移動の再現が誰にもできなかったからだと言われている。ナーシャはプログラムを全て暗記していて、口頭で修正指示を出すことができた。FF3 に重大なバグが発見された際には電話で修正指示を出し、見事にバグを改善した。 RPG の面白さが全く理解できず、バトルシーンは日本人プログラマーに任せていた。聖剣伝説2開発後に世界放浪の旅に出たと言われていて、これ以降ゲームの開発に関わった情報はない。